わけなると必勝の誓い、本選試験ついに開幕。お前には絶対負けねえ。残念だがお前は負ける。そういう運命だ。戦闘開始。強くなってみせるってばよ。条件達成。中忍試験の隠れた本命、 IQ200 の男、奈良しかまる。やるだけやってみるか。降参するなら今のうちだぞ。戦闘開始。よし、作戦通りに行ったな。条件達成。激戦必至、ウチカサスケと砂漠のガーラ。
さあ、俺を楽しませてくれ。戦闘開始。遊びはこれで終わりかよ。条件達成。森をかける木の葉と砂、高速の追撃戦を制せ。爪を隠す。この葉隠れのアブラミ一族。相手がどんな奴でも舐めたりはしない。来やがれ。戦闘開始。Peace.
激闘を始まる。お前の正体を見定める。さっきの続きだ。始めるぞ。戦闘開始。結果だな。条件達成。入り乱れる狂気と恐怖。渦巻きナルト対砂漠のガーラ。すべてねじ伏せてやる。戦闘開始。行けるぜ。飛ばしてやる。
ってみせるってばよ。条件達成。混乱渦巻く試験会場、この輪崩しの影の激闘。お前を捕まえて尋問させてもらう。できますかね、あなたごとき。戦闘開始。それはどうだ、行けばそこだな。そこだ。ワイトガイ最初。これで消えるぞ。さよならだ。思ったよりやるね。条件達成。古今無双の超激戦、師匠と弟子が分かつ時。この葉がくれはわしが守る。またあなたと戦えるなんてね。戦闘開始。その全てを守ってみせる。条件達成。面白い、面白いぞ、渦巻きナルト。
まさかここまで俺を楽しませてくれるとはな。だが、これで終わりだ。なんだ。本当の恐怖を教えてやる。燃ゆる火の石、ナルトリン包丁、大開封の巻。お前もそこまでさ。
鉄砲玉みんなに捕まっとけよ。なぜだ、なぜこいつはこれほどに強い。あの一人ぼっちの苦しみは半端じゃねえよな。お前の気持ちはなんでかな。痛いほどわかるんだってばよ。けどもう俺には大切な人たちができたんだ。俺の大切な人たち傷つけさせねえ。なんでお前は他人のためにここまで。一人ぼっちのあの地獄から救ってくれた。俺の存在を認めてくれた大切なみんなだから。大切な、そうか、だからこいつは強いのか。お前とラーメン食べたのは久しぶりだな。うん。前の騒動やじいちゃんの葬儀とかいろいろあったしね。イルカ先生、なんで人は人のために命を懸けたりするのかな。両親、兄弟、恋人や里の仲間たち、自分にとって大切な人たち、互いに信頼し合い助け合う、ずっと大切に思ってきた人たちとのつながり、そしてそのつながった糸は時を経るに従い太く力強くなっていく。理屈じゃないのさ。その意図を持っちまったやつはそうしちまうんだ。大切だから。うん、なんとなくは俺にもわかるってばよ。でも死ぬのは辛いよ。三代目だってただで死んだわけじゃないよ。ちゃんと俺たちに大切なものを残してくれてる。いずれお前にもわかるようになるさ。うん、それもなんとなくわかるってばよ。さてと、そろそろ行かねえと。遅れるとさくらちゃんにまた怒られるし。もう時間か。次の任務も頑張れよ。おう、そんじゃまたね、イルカ先生。ああ。
里を守ろうとする強い意志。三代目、あなたが教えてくれた火の意志はどうやらちゃんと受け継がれているようです。木の葉についたその小さな火種はやがて強く大きく燃えて、またこの里を照らし守るのでしょう。いつの日か新たな火影となって。